サントリー、ピュアモルトウイスキー山崎12年、ジャパニーズウイスキーとは、日本で生産されるウイスキーである。日本でウイスキーが作られ始めたのは1870年頃であるが、販売用の生産が開始されたのは1924年のことである。ジャパニーズウイスキーは、スコッチウイスキーに習って、英語表記の綴りは、スコットランド風の E を省く表記が用いられている。 かつては、ウイスキーとも表記された。ウイスキー文化研究所によると、日本では2020年春時点で30カ所程度のウイスキーがある。大手種類メーカー系列だけでなく、ベンチャーウイスキーなど、新興の上流所によるクラフトウイスキーも急増している。ジャパニーズウイスキーの評価や人気が国内外で高まっているため、原種は不足気味で、高額で取引される銘柄もある。 大手としては、サントリースピリッツ、日カウイスキー、キリンディスティラリーが挙げられる。これらの社では、シングルモルとブレンデットの両方を製造しており、大手各社だけで、日本国内のウイスキー市場シェアの90%を占めている。日本法における、ウイスキーの定義は、酒税法上のウイスキーの定義を満たす、蒸留酒であるが、この酒税法により、日本における、 ウイスキーの定義は諸外国に比べ緩いものとなっている。例えば原子の要件で言えば、イギリスではスコッチ法で、スコッチウイスキーが100%コクル由来のウイスキー原酒の使用を義務付けられ、アメリカ合衆国では、連邦アルコール管理法で、バーボンウイスキーが51%以上、トウモロコシ由来のウイスキー原酒の使用を義務付けられている。これに対し、 日本の酒税法では10%以上国類由来のウイスキー原酒を使用されていれば、ウイスキーの要件を満たせることになっており、90%まで醸造アルコール、ウォッカ、全く熟成されていない、ベビーモールとベビーグレーン等の各種スピリッツ類の使用が可能である。また最低熟成年数では、スコッチが最低3年、バーボンが最低2年を義務付けられているのに対し、 日本法では規則はない。このため諸外国では、ウイスキーの要件を満たさないリキュール扱いの製品でも、日本国内では、ザル法により、ウイスキーとして流通させることもできるようになっており、特に低価格品で顕著である。なお、ジャパニーズウイスキーの人気や価格が高まっているアメリカ合衆国では、損で寝かせた米常中が、ジャパニーズライスウイスキーと銘打って売られている例もある。 イギリスのスコッチやアメリカのバーボンでは法規制、日本の日本酒やワインでは国税庁国時によりラベルの産地表記に関する詳細な規則があるが、日本のウイスキーにはラベルの産地表記に関する詳細な規則がなく、ジャパニーズウイスキーの定義は曖昧なものになっている。例えば、日本国内で上流しず、国内で貯蔵、ブレンド瓶詰めしただけでも、ジャパニーズウイスキー表記で流、 近年、これを問題と考えた日本国内の一部の上流所は一部でも輸入原種が使用されているウイスキーのラベル表記を秩父ブレンデットからワールドブレンデットにブレンデットジャパニーズウイスキーをブレンデットウイスキー表記に改めるなどしている。こうした状況を受けて2018年時点で日本用酒酒造組合はジャパニーズウイスキーをより詳細に定義化することを 検討している。一方、2019年9月に東京ウイスキースピリッツコンペティションが一足早く出店品にのみ適用される定義ではあるが、ジャパニーズウイスキーの定義を発表した。TWSC の定義では、ウイスキーの各製造工程を一定の条件で日本国内で行うことで、ジャパニーズウイスキーと名乗れることが定義され、具体的には、 日本国内で工事を除いたオウムギバク画カ、天然由来の酵素で穀物を投下して発酵、アルコール分95%未満で蒸留、木製の樽か容器で2年以上熟成したものを、作業国を問わず、アルコール分40%以上でブレンドして、瓶詰めしたものを、ジャパニーズウイスキーと定義し、同条件で熟成が2年未満のものは、ジャパニーズニューメイクウイスキーと定義した。 そして、上記のジャパニーズウイスキーと外国産ウイスキーを日本国内でブレンドしてアルコール分40%以上で瓶詰めしたものをジャパンメイドウイスキーとしてジャパニーズウイスキーと区別して定義した。ジャパニーズウイスキーはスコッチウイスキーを手本として出発した。しかし、スコッチウイスキー特有のスモーキーフレーバーは日本人に合わせて抑えられ、 軽い口当たりに仕上げられているものが多い。モルトウイスキーとグレーンウイスキーを混合するブレンデッドウイスキーがジャパニーズウイスキーの主流を占めている。ジャパニーズウイスキー独特のスタイルとしてブレンデッドウイスキーの生産方法や日本におけるウイスキー業界の性質が挙げられる。原種の熟成に使用する樽の素材に水ならを使用することもジャパニーズウイスキーの特徴として挙げられる。 水ならで熟成される若い原種はココナッツに似た香りを帯び長い熟成期間を経てキャラ、白弾に例えられる方向へと変化する。しかし、水ならは損の中の液体が漏れやすいために過去に比べて使用されなくなりホワイトオークの樽を使うことが多くなっている。また、水ならに比べて機密性が高い粉ならが樽の素材に使われることもある。ブレンデッドウイスキーの特徴。 編集シングルモルトの売り上げは近年伸びているが世界におけるウイスキーの売り上げの多くはブレンデッドウイスキーによるものである。ブレンデッドウイスキーにはスコットランドの蒸留所で生産されるモルトが多様であるという背景が欠かせない。それぞれの蒸留所では単一の製法に絞っており、ブレンダーはそれぞれの蒸留所が製品として求める味を作るためにウイスキーのブレンドを行っている。 あるブレンデッドウイスキーの銘柄1、またはそれ以上の蒸留所を持つ事業者が所有している。一方で、様々な事業者との間で、モルトの売買がなされるということも一般的である。つまり、ブレンデッドウイスキーには多くの蒸留所のモルトが用いられるが、それぞれのモルトは異なる事業者が所有するということになる。ところが、日本ではこれとは異なるモデルが導入されている。 日本のウイスキー事業者は蒸留所とブレンデッドウイスキーの銘柄の両方を所有しているのである。そのため競合する事業者との間では原種の売買がなされるということがほとんどない。日本のブレンデッドウイスキーは同一もしくは同系列の会社の複数の蒸留所で生産されるウイスキーだけで作られていることが多く、一部ではスコットランドの蒸留所で作られたモルトを輸入して、 配合するということもある。これはつまり、日本のブレンダーは、それぞれの製品を作るためのパレットを極めて少なく、していたということである。このような状況が、ジャパニーズブレンデッドウイスキーが、特に、日本国外で成功を収める上で、制限要素となってきたと考えられている。このため日本のそれぞれの蒸留所は近年、次第に、多様なものへとなっていった。つまり、 日本では一箇所の蒸留所において、アイラーモルトのようなスモーキーで、ピートの香りの強いものから、スペーサイドモルトのような、軽く繊細なものまで、幅広いものを作っているのである。このような日本の蒸留所における多様化と工夫で、ジャパニーズウイスキーは世界において高い評価を受けるようになっていった。日本独自の習慣、編集日本では、ウイスキーの飲み方にも独特な特徴があり、 ウイスキーと一緒に食事をしたり、また湯割りや水割りにしたりしている。高度経済成長期中のウイスキーブームでは、サントリーが宣伝した日本橋作戦により和食とウイスキーの組み合わせが定着した。また、バーなどで見られるボトルキープも日本独特の習慣である。かつては、ジョニクロ、オールドパー、バランタインといった高価な銘柄を、 ボトルキープすることが一種のステータスとなっていた。日本に初めてウイスキーがもたらされたのは、江戸時代末期のマシューペリーの来航の時と考えられている。1853年7月、浦賀の奉行や通訳が、サスケ花号で艦隊された時、ウイスキーが振る舞われた。将軍、徳川家定のもとに、ウイスキーが献上された記録も残るが、実際に飲まれたかどうかは不明である。 日米修航通商条約締結後、1859年より条約港の開港が行われると、日本国内に外国人居留地が誕生し、外国人居留者のために、ベーカー商会、ダサム商会などがウイスキーの輸入を行った。1860年に開業した日本初の西洋式ホテル、横浜ホテル内のバーでは、ウイスキーも出されていたという。 1871年に横浜山下町のカルノを紹介が輸入したネコインウイスキーが最初に日本人用として輸入されたウイスキーだとされている。明治期の日本では本格的なウイスキーは製造されておらず、薬酒問屋で製造されていた調合ウイスキーが国産品として出回っていた。調合ウイスキーとは関税率が低いために廉価で入手できる、 外国製の酒精アルコールを使用し、これに砂糖香辛料を加えたものである。明治時代当時は種類も薬とみなされており、小西義介商店、橋本清三郎、神谷伝兵衛などの大手薬主問屋をはじめとする数々の業者が生産を手掛けていた。明治政府は日本酒の製造者を保護するため、混成酒税法、酒精及び酒精含有飲料税法によって、 調合ウイスキーの流通を抑制しようと試みた。1911年に締結された日米通商公開条約で日本が関税自主権を回復すると外国製の酒製アルコールに高い税率がかけられ、代わって国産の酒製アルコールが台頭する。明治末から大正時代にかけて日本でも本格的なウイスキーを作ろうといくつかの酒造会社が行動を起こした。 酒精アルコールのメーカーである、摂津酒造の社長、安倍久平、常務、岩井木一郎は、技師の竹鶴正隆を、ウイスキーの産地であるスコットランドに派遣し、摂津酒造の得意先の一つであったこと武器や、洋酒店の創業者、鳥居信次郎は、ウイスキー製造のための上流所建設を考えていた。鳥居信次郎及び、竹鶴正隆も参照、竹鶴正隆の共造、 鳥居慎次郎と竹鶴正隆はジャパニーズウイスキーの歴史に触れる上で欠かせない人物である。鳥居慎次郎、編集、鳥居慎次郎は小西義助商店でのデッチ暴行を経た後、1899年に独立して鳥居商店を設立した。最初は調合ウイスキーの販売とともに、養子の輸入販売を行い、スペインから輸入したワインを瓶詰めにして売り出していた。 しかし、ワインは当時の日本人の口には合わず、評価はかんばしくなかった。1906年に社名を、ことぶきや洋酒店に変更し、翌年にポルトガルワインをもとに独自開発した赤玉ポートワインを販売して成功する。ところが、鳥居は赤玉ポートワインでの成功に満足せず、生涯の業績となるような新しい事業に着手した。 その事業というのが日本人向けのウイスキーの製造であった。鳥居は模造ウイスキーであるヘルメスウイスキー、トリスウイスキーを発売するが本格的な国産ウイスキー生産の必要性を感じ、蒸留所を日本国内に設置することを計画する。しかし、ウイスキーの生産はスコットランドやアイルランド以外の地では不可能だという意見。 上流所建設のために莫大な資金を投入するリスクを理由として社員、スポンサー、学者たちからは反対の声が多く上がる。竹鶴正隆、編集、竹鶴正隆が設置酒造に入社したのは1916年のことである。1918年にスコットランドに渡りグラスゴー大学で学びながらいくつかのウイスキー上流所で見学、実習に参加した。 最終的に竹鶴は、キャンベルタウンのヘーゼルバーン上流所に2から3ヶ月滞在し、ここで実習を経験する。竹鶴は、ヘーゼルバーンで学んだ同地のウイスキーの性質、製造工程、上流所の経営システムなどを帰国した1920年に、2冊の大学ノートにまとめ、上司であった祝いに実習報告書として提出した。しかし、 第一次世界大戦の終戦に伴う景気の停滞、アメリカでの禁酒法実施による飲酒意識の減退、株主からの反対のため、多額の資金が必要とされる上流所の建設は困難になる。なおも、竹鶴は本格的なウイスキーを作る夢を捨てきれず、対象に入って鳥居は上流所建設のため、スコットランドから義士を招聘しようとする。 三井物産のロンドン支店を通して、現地のメーカー、大学に連絡を取ると、ウイスキーの製造技術を学んだ竹鶴が帰国していたことを知る。鳥居と竹鶴は旧地の中であり、竹鶴が設置酒造を退職していたことを知った鳥居は、1923年に4000円の年俸10年の契約期間を条件として、竹鶴をぶき屋に招聘した。当初、 上流所の位置については、鳥居と竹鶴の間に食い違いがあり、鳥居は消費地である都市圏に近い場所を、竹鶴は北の大地に建設することを考えていた。調査と議論の末、大阪府島本村の山崎の地に、日本初のウイスキー上流所の建設を決定した。山崎はかつて千里宮が茶室を設けた場所であり、水質の良さと三つの川が合流するために霧が、 立ち込める立地が、ウイスキー作りに適していたのである。1924年に、山崎上流所が完成、その年の冬から上流が開始される。国産の大麦、イギリスから取り寄せたピートを使用して、1929年に、日本初の国産ウイスキー、白札が売り出される。価格は一本あたり4円50銭と、ジョニー・ウォーカー・グロラベルやデュワーズといった、 輸入品のウイスキーと比べても遜色がなかった。しかし、白札に含まれていたスモーキーフレーバーはウイスキーに馴染みのなかった当時の日本人からの評価は煙臭いと歓ばしいものではなかった。鳥居はさらにウイスキーの改良に取り組み、1937年に改良の成果である各瓶が発売され消費者から好評を得た。1940年に サントリーウイスキー黒丸が誕生するが、太平洋戦争直前という情勢のため、市場に出荷されるのは、第二次世界大戦終戦後の1950年となる。ことぶき屋は戦火によって、大阪工場を失うが、山崎上流所の原種は被害を免れた。1924年に、数密顧問館の竹井森正男爵、実業家。 中村富夫によって設立された東京醸造株式、会社は神奈川県藤沢市の工場で、イミテーションウイスキーなどの洋酒を製造しており、ポットスチルを導入して、モルト原酒の蒸留を開始し、1937年に本格ウイスキー、トミーモルトウイスキーを発売した。1940年にはサントリー、日課と共に一級ウイスキーの指定銘柄品として、商工賞及び、 大倉省から公示された。なお、戦後も姉妹品のマルトンウィスキーなどを発売したが、1953年の旧種別変更以降の第一次洋酒ブームで、同業他社との競争に敗れ、1955年に倒産した。工場は最初、ことぶき屋が買収し、後森永醸造株式会社に渡ったが、1960年代後半に閉鎖された。 1934年、竹鶴はコトブキヤを退職して大日本果樹を設立する。この時竹鶴は立地、地下、安価な労働力を期待できる北海道余市町に余市上流所を建設した。1936年から余市でのウイスキー上流が始まり、1940年に日華ウイスキーと名付けられたウイスキーが発売される。第二次世界大戦時には、 余市上流所で日本軍の兵士に配給される種類が醸造され、上流所は配給品の買い上げによって利益を得た。戦後の余市上流所では軍事用に供給された物資が使われた。ハイボール戦後間もない頃は日本人が国産のウイスキーを口にする機会は少なく、連合国軍占領下の日本においては、もっぱらアメリカ軍と軍関係者のために供されていた。 鳥居は連合国軍最高司令官総司令部に自社製品のウイスキーを売り込み、商工たちから好評を受けた。日本の戦後復興に伴い、ジャパニーズウイスキーの品質と国内需要は上昇する。1946年、コトブキヤは戦災を逃れた原酒を使用したトリスウイスキーを1950年には戦前に製造したオールドを発売する。昭和三十年代に、 東京や大阪を中心として、トリスバーが続々と開店し、カクテルやハイボールが人気を博した。1952年に大日本果汁は日華ウイスキーに、1963年にコトブキヤはサントリーに社名を変更した。1955年に大黒武道酒が軽井沢に上流所を建設した。1960年に本坊酒造は祝いを招き、 タケツルノートをもとに山梨県で本格的なウイスキー生産を始めるが売り上げは芳しくなく9年後に一時撤退したまた1950年代までの日本ではモルトウイスキーの実が生産されている状態だったが1962年に日華ウイスキーと関連の深い朝日酒造がカフェ式連続蒸留機を導入し本格的にグレーンウイスキーの生産を開始 1969年には山岳酒造も川崎工場にてグレーンウイスキーの生産を開始したほか、1973年にはサントリーも関連会社のサングレインでグレーンウイスキーを生産するようになり、スコッチウイスキー同様にモルトとグレーンという2種類のウイスキーをブレンドした本格的ブレンデッドウイスキーを生産する体制が整った。高度経済成長期に、 日本国内でのウイスキーの消費量は増加し、1980年にサントリーオールドは年間出荷量1200万、ケース突破という世界記録を樹立した。しかし、1980年初頭を境に、日本のウイスキー市場は停滞する。1980年代からの停滞期に、日本の酒造メーカーは様々な試みに取り組み、こうした中で、 日本各地の酒造メーカーが生産する自由ウイスキーが人気を博した。また、酒税の変更によってウイスキーの価格が下がり消費者が手に取りやすくなる。1980年代から2000年代にかけて年ごとにウイスキーの消費量は加工したが2009年にウイスキーの消費量が回復に向かう。1980年代後半にシングルモルトウイスキーが 世界的に流行し、遅れて1990年代後半から、日本の愛好家の間でもシングルモルト人気が起こる。2010年代中頃から海外でのブームと、国内でのハイボールの人気が重なり、大手でも原種が不足するようになっている。2018年に、サントリーは、響き17年と、シラス12年の販売を休止することになった。販売の再開時期は未定。日本における、 ウイスキーの定義が非常に緩いこともあって、かつては多くの品質の悪い国産ウイスキーが出回っていた。そのため、世界の愛好家と評論家は、ジャパニーズウイスキーに厳しい評価を下し、ウイスキーではないとまで言われた時代もあった。その後、ウイスキーマガジンによって開催される、ブラインドテイスティングで、ジャパニーズウイスキーが高評価を受けるようになる。一度ならずその、 テイスティングの結果で、ジャパニーズのシングルモルトは、スコッチのシングルモルトよりも高い評価を受けている。主な例を挙げると、2001年に日課ウイスキーのシングルカスクヨイチ10年が、ウイスキーマガジンのワールドウイスキーアワードで最高得点の評価を受け、インターナショナルワインスピリッツコンペティションで、メルシャンの軽井沢ピュアモルト12年が金賞を受賞した。2006年には、 ベンチャーウイスキーが上流したチュウイスキーキングオブダイヤモンズが最高得点に選ばれる。2015年には山崎シングルモルトシェリーカスク2013が A ウイスキーガイドブックワールドウイスキーバイブル2015で世界最高のウイスキーに選ばれた。2017年にはサントリーの響き21年がインターナショナルスピリッツチャレンジで ワールドウィースキー部門で最高賞となるトロフィーを受賞し、さらにエントリーされた全部門1480点の頂点であるシュプリームチャンピオンスピリットを受賞した。2018年にはワールドウィースキーアワードで白州25年がワールドベストシングルモルト、竹鶴17年がワールドベストブレンデッドモルト、イチローズモルトグレインリミテッドエディション。 ジャパニーズブレンデッドウイスキーがワールドベストブレンデッドウイスキー限定版部門で世界最高賞を受賞した。このため海外におけるジャパニーズウイスキーの価格は特に入手困難な銘柄において高騰している。オークションで100万ドル近くで競り落とされた例もある。国外で数々の賞を受賞するなど評価が高まったことで2010年代から輸出が急増している。 ジャパニーズウイスキーの2010年の輸出額は17億円であったが5年後の2015年には104億円と6.1倍に増加しており2015年には初めてビールの輸出額を抜いて日本酒に次ぐ種類における有力輸出品目となった2019年の種類輸出総額は661億円でありウイスキー輸出額は 前年比29.9%増の195億円で、種類輸出総額の29.4%を占め、日本酒に次ぐ2位であった。輸出先上位5カ国は、アメリカ54億円、フランス27億円、中国25億円、オランダ24億円、シンガポール14億円であった。このように、ジャパニーズウイスキーの輸出は好調に推移しているが、 スコットランドのスコッチ輸出額は6、500億円。フランスのワイン輸出額は1兆181億円と、ジャパニーズウイスキー輸出額の30倍から50倍で、あり、世界の巧妙な種類輸出品目に比べると、未だビビたる、輸出額である。サントリー山崎蒸留所日華余一蒸留所ジャパニーズ、ウイスキーの製造は、スコッチウイスキーの製造方式を再現するという。 ところから始められた。竹鶴などのジャパニーズウイスキーの先駆者たちは、スコッチウイスキーの製造過程を学び、その製法を日本で再現しようと多くの苦労を重ねた。日本初の蒸留所が作られた山崎は、経済的な制約があり、より便利な場所に建設することが重視されたが、余市は特にその地形や気候がスコットランドに似ているため、蒸留所の設置場所として選定された。 北海道厚岸町に蒸留所を建てた原点事実業もスコットランドのアイラ島に似た風土から立地を決めたがスコットランドよりは年間の寒暖差は大きく熟成村の隙間から乗算して原種が減る天守の分け前がスコットランドの2倍近いものの熟成は早いという日本にある蒸留所のうち主なものを以下会社別に挙げる現行品のみ表示原料として 海外産の原種を用いた製品は除く。トリスエクストラブラックニッカウイスキーブームにより各地で上流所の新設が相次いでいる。発売後すぐ売れ切れる銘柄も多く、上流後すぐ瓶詰めして出荷するニューポットや熟成期間が1年未満という商品もある。将来を見据えて熟成村貯蔵庫を新増設したり、 同じ年に上流したウイスキーを数本セット、販売して一年ずつ長く熟成させたボトルを毎年、送る販売戦略を取ったりする上流所も、現れている。国税庁の公式サイト、種類等製造免許の新規取得者名等一覧で、種類ごとに公表されている。ここで公開されているものの中には、他社製造原種のブレンドのみ、瓶詰め工程のみの会社も含まれるため、必ずしも、 上流設備が存在するとは限らない。さらに、自社ブランドを持たない OEM 専門会社も含まれる。なお、免許の新規取得には、免許取得済みの会社が製造設備を新設、増設した場合も含まれるが、以下ではこれらを省略している。2015年、2016年、2017年、2018年、2019年、2020年。ただし、かつての2級。 ウイスキー時代を含む、ごく一部の低価格帯のブレンデッドウイスキータイプのジャパニーズウイスキーには、モルト原種とグレーン原種の他に、スピリッツ等のブレンド用アルコールがブレンドされる、場合もしばしば見られる。ラベルに描かれていた、スタンディングライオンが、日本人の目には猫に映ったと思われる。土屋、ウイスキー2、PP218 から219。 ハイ蜜ウなどを原料として作られる原種。土屋ウイスキー 2P219。現在、竹鶴の記録が残るノートは、余市蒸留所に保管されている。土屋ウイスキー 2P222。2018年10月16日放映のニュースエブリー日本海における倉吉蒸留所一般、公開のニュースの中で、それまで松井酒造は、県外から、 原始調達を行い、上流は行っておらず、自社工場ではブレンドのみを行っていたことが報じられ、当初の倉吉上流所は架空の存在であったことが明らかになっている。上流所の松井酒造合名会社の功を参照のこと、ありがとうございます。